内山交渉老指定書消防現像宇治の巻第3回昭和56年3月28日京都総選寺にて収録。このテキストの78ページの左のページの246810行目の下の方ですね。今世界に配列せると、そこから今世界に配列せる真羊を荒らしむるも従法医の陰もなる証拠上下なり、ネズミも地なり、虎も地なり、将も地なり、仏も地なり、この時三途八臂にて人界を称し、上六根人にて人界を称す。それ人界をもて人界を改人するを偶人とは、偶人するとは言うなり、上六根人をもて上六根人するを発心修行菩提涅槃と現状するなり、するすなわち不なり自なり、人事を人務と偶人するのみ、さらに情報なし、情報これ情報なるがゆえに、たとえ半偶人の宇治も半宇治の偶人なり、たとえ釈迦と見ゆる行団もうなり、さらに彼に任すれば釈迦の現状する前後ながら宇治の獣医なり、獣法医のカッパッパッチなる、これ宇治なり、無と同弱すべからず、無と合意すべからず、字は一向にすぐるとのみ下降して未踏も未踏と芸せず、未踏は地なりと言えども他に光る縁なし、古来と任じて獣医の宇治と献鉄せる期待なし、万や東漢の字あらんや、たとえ獣医を人数とも誰か既得陰もの保人を道徳せん、たとえ陰もと道徳せること久しきも、いまだ面目厳然を模索せざるなし、凡夫の宇治なるに一任すれば菩提涅槃もわずかに古来の僧のみなる宇治なり、おおよそらろうとどまらず宇治現状なり、今迂回を現状し作法に現状する天皇天主、今も我が任力する宇治なり、その予言にある水陸の修理、これ我が今人力現状するなり、名誉に宇治なる書類書等、皆我が人力現状なり、人力協力なり、我が今人力協力にあらざれば一方一物も現状することなし、協力することなしと山岳すべし、協力というは夫婦の東西するがごとく学識たるべからず、人界は不動天なるにあらず、身体なるにあらず協力なり、協力は例えば春のごとし、春に小田藩の様子あり、これを協力という、下物なきに協力すると山岳すべし、例えば春の協力は必ず春を協力するなり、協力は春にあらざれども春の協力なるがゆえに、協力今春の時に浄土せり、震災に三大三個すべし、協力を言うに今日は街頭にして農協略の方は東に向きて百戦社会を行き過ぎて
百戦号を振ると思うは、仏道の山岳これのみを戦慄にせざるなり。まあそこまで。例によって初めての人もいられるでしょうから、今までのところにどういうことが書いてあったか、ちょっとあらましだけ申し上げておきますと、大体ね、まあ皆さんもご存知のように、お釈迦さんはこの世は無常ないと、まあ無常っていうことを言われたんですね。そのお釈迦さんの言われた無常を道元禅師はここで無自って言われるんです。このお釈迦さんが無常って言われたのをね、わざわざ無自って言い直さなくてもいいじゃないかと思うんだけど、しかしながらね、本当は仏教の根本的なのはあれですね、この我々の生命の実物だ、この生命の実物だけが問題なんですね。それで、ところがその生命の実物が、お釈迦さんは無常って言ったんだけど、無常っていうのもね、本当は言い得ていないわけです。というのはね、無常って言ったら、無常っていう言葉も無常しなくちゃならないじゃない。この無常って言ってね、こう掴んだところが、その掴んだだけは常だとこう言ったらね、無常じゃないんだから、すると本当に無常だって言ったら、それも無常しなくちゃならない。それでね、そう簡単に無常って言ってね、言い切れるもんじゃない。それで、まあ龍樹尊者の般若経寺は空っていうでしょ、それから龍樹尊者は中っていうで、それを今道元禅師はここで宇治ってこういう。それで、このだからね、その宇治っていうのは、まあ妙な言葉だけれど、結局我々の生命の実物がね、いつでもね、時間の中にあるということはもう、まあ間違いない。で、時間の中にあるっていうのはね、一瞬先は、一瞬以前はね、その過去だ、で一瞬後は未来だ、そして結局過去は過ぎ去ってないんだし、未来はまだ来ていないからないんだ。そして結局ね、過去ってね、過去ってものがあるようにみんな思ってるわけだけど、そんなことない、ないんだ。ただあるのは現在、例えばこの天井を見てね、古いなっていう、古いなっていうところに、過去から過去の時間があるわけだね、現在のそのあり方として、そういうあり方なのね。あるいは記録の中に昔こういうことがあったとこう書いてある、それで過去がいかにもあるみたいに思う、あるいは思い出の中にある、そういう ふうなですね、過去ってものはそういうあり方のもんだ、現在のあり方です。だから未来っていうのはどうかっていうと、未来っていうのもこれ、この今まだ来ていないんだから、どうなるか本当は分かんない。しかしこうなるであろうっていうことを現在が予想するわけね、あるいはこうしようとこう計画を立てる、あるいは野心それからあれですね、そういう当てとか方向とか、そういうあり方をする。
で結局はだから現在のあり方ですよ。ホスト側の現在ってもの大したもん現在全て現在なんだから現在ってのは相当な大きな幅持ってるもんかとこう思うとまたこれ大違い。一瞬以前は過去でないんだ、一瞬のうちは未来でないんだ。そしてそういう過去と未来に挟まれてね、この現在っていうのは全く無の一点でしかないね。よく考えてみるとないんだ。いやちょっとでも幅があったらそれ拡大すりゃやっぱりそこに過去と未来とってできてくるんだからね。だから過去と未来っていうのは現在を否定したあり方だ。そういう否定したあり方の過去と現在に挟まれて全くこれ無の一点でなきゃならないというのが現在です。それでね、だから道元禅師はあの前後裁断した、前後愛といえども前後裁断せんって言うけれどね、あのそういう過去と未来とって分けるところの全く無の一点、それがその現在のあり方だ。それでそれがまたね、そういう無の一点が刻々とこの、まあ、あの哲学者に言わせると非連続の連続っていうからね、連続しないものが連続してる、刻々なんだ。それだからね、この間もトムさんがやってきて、その頭をこう手放しにすると、ホスト心身脱落で全て落っこちるって言われますが、私のその頭はちょっとネバネバして、そしてそう簡単に落っこちないですが、どうでしょうかってこういうね、あのアメリカ人っていうのは先祖代々肉食してきたからそれだけ血がネバネバしてんでしょうかって言うけど、いやそんなことはない。アメリカ人だって日本人だってこれ刻々なんだからね、刻々刻々パッと手放したところで落っこちる。しかしもう次の瞬間パッとまた つかみ上げてんだ。それで結局の話、そのあれですね、我々が何かこう頭を思ってどうしてもそれ手放せないなんて思うの、刻々その過ぎ去ってんだけどまたすぐ取り上げてる、なんていうかこの交流電気っていうのはついたり消えたりしてんだっていうじゃない。だけどこれ我々が見ちゃそのついてるとこう思ってる、そのあれですね、その刻々の微細なところまでは我々分かんないから、現在っていうのはある幅とこう考えてですね、そしてついてるとこう思ってるんだ。だけど本当にお釈迦さんとなるとね、この正法眼蔵の発菩提心の巻にも書いてあるけど、この一昼夜のうちにね、9億9千970節があるというようなこと書いてあったね。それ私はまたこのこう計算してみたんだね。こうしたら1秒間に7万節がある、ね、そこまでお釈迦さんはちゃんと分かるそのくらいこうお釈迦さんの頭その冴えてるわけだ。 1秒間の間に7万節が、それちゃんとこう、なんていうかな、認識できるらしいんだ。しかしそれでもあの長さがあった限りは過去と未来とこう分かれる。それでどうしても現在の一点というのは無の一点でなきゃいけない。そういう無の一点の刻々が連続しているっていうんですね。そして結局だからね、このそういう無の一点の中に、そういう刻々の中に
かもこの事実何も無じゃないんだ、こう事実こういうその世界がある、これが無だ。刻々っていうのは自だ、すべてのこの人知人海が刻々、こういうことね。だからね、そのこのテキスト見てください。その76ページのその下の段の3行目のところ、いわゆる宇治は地すでにこれうなり、うはみな地なりとこうあるね。しかもね、そういうその刻々の時間の中に人知人海があるということを言うんで、それでそういう生命を我々は生きてるんだということでですね、この76ページの下の段の左から4行目、我を配列し起きて人海とせり、この人海のずずもつもつを自じないと貯見すべし、とこう書いてあるね。要するに自分自身の生命体験の内容をこう展開して、そしてこうあの人海としたわけだ、この世界として。そしてその世界はって言ったら、その自意なりと直結すべして刻々なんだ。それからその次の77ページの2、4、6、7行目の下のところ、字の字に人無人海があるないとね。だから刻々の字のね、字刻々のその字の中にその人無人海がこうあらゆる世界がある。そしてですね、さらに77ページの下の行段の左から5行目ですね、用を取りていわば人海にあらゆる人無は連なりながら自なり、宇治なるによりて御宇治なり、とこう書いてある。結局ね、そのそういう刻々の人無人海の展開してる、そういうのが私自身の、この他ならない我自身の生命体験の内容だということですね。それが御宇治だ。まあそれがね、今まで読んできたところの大体のあらましだ。それでところがね、一体なぜねこのようにそういう時間論をその道元禅師が展開されているかっていうとね、その何もね、道元禅師はね、あの哲学の論文書いて博士になろうって言うんで、それでこれ書いてんじゃないんだ。その結局ね、我々はの生命の実物はそういうあり方をしているんだということね。それをはっきりさせることによって我々の修行のあり方、我々の修行のあり方をその教えられるというのが、もうこの宇治の巻の大切なところです。要するに我々そういう生命のあり方をよく知ることによって我々の修行のあり方の態度をね、決定するわけです。つまりね、その人無人宇治っていうのは早い話がね、刻々っていうこと、要するに
宇治っていうのは神武神海国国っていうことね。そしてこういうあれをこういう生命体験をしながら生きてるんだっていう点から言ったら五宇治だ。我の自己人海まあこの五宇治っていうことは自己人海国国っていうことでもあるね。そう見て結局ねその仏道修行っていうのは自己の生命の実物に変えることなんだから、どうせ奇妙って言うでしょ、奇妙って自己の生命に変えることだ。で、その自己の生命の実物に変えること、そういう仏道修行としてはだから、うん、刻々なんだからね、一旦悟ったらそれで事済みってもんじゃないっていうことです。どうしてもこの刻々に発心修行菩提涅槃しなきゃ、 そこが言いたいわけだ。だから私がいつも言うこの発心の百千万ノクハツすることだ。で修行っていうのはそういう発心の百千万発することが修行だ。でそしてまた悟りっていうのはそういう修行が悟りだと悟ることだ。これは沢木老師がいつも言ってたね、修行っていうのは悟りっていうのはね修行が悟りだと悟ること。ところが普通はそう考えていないでしょ。その発心っていうのは俺もなそのこんな育児のない人間じゃダメだから一つ座禅修行しようって一発発心するわけだね。それから座禅修行修行を一生懸命する、これはまあたくさんする。しかしながらそしてその挙句に一発ドカンとね悟ろうってそういうことを考えてるね。これは妄想だ。生命の実物から言ったらそんな一発発心一生悟りっていうそんなもんじゃないって、刻々なんだ。生命の実物はどうしても刻々なんだから、そんな一発ドカンと悟ったってそういうので通用させようったってダメだ。なんとかの死に一家証明俺は悟ったって名刺に囲んで配ったってダメだ。俺はもうういわゆる足が速いからね悟りってやつ、まあ、ちょっと匂いがあダメ昨日悟ったのねもう腐ったら引けさない、そういうことになる。で結局ねこの道元禅師が言われたいところもこの普通の人の世間の人が考えるようなひとたび発心してるそれから修行してそれで一発ドカンと悟ろうってそういうもんじゃないって思う。で刻々発心修行していくそういう態度を悟らなきゃならないってことだ。それでまあ今日のところになる今世界に配列せる馬羊を荒らしむるも十方位の陰もなる証拠上下なり、ネズミも地なり虎も地なり将も地なり仏も地なり。今世界に配列するって配列っていうのは、まあ、行列して並ぶことだ。この馬羊っていうのね馬はその昔の時刻の数えかあの名前です。この正午っていうけれど まさしく午っていうねこれ馬十二支の馬、それから羊っていうのは 午後2時のことね。でそういうこうあの
真羊を荒らしむるも重方位の陰もなる証拠上下なり。この重方位ってのは方位に重するということで、生命の実物に、生命の実物にこう住んでるということだ。つまり実物だから他との兼ね合いなしだ。他との兼ね合いなし、まっさらな生命の実物としてのこの昇降上下、これまあ現れって言ったらいいでしょ、うん、だからその生命の実物のこの現れだ。でネズミも地鳴り、虎も地鳴り。ネズミっていうのは 夜中の12時、虎っていうのは午前4時で、そういうその我々が普通に呼んでる時間の名前も結局は生命の実物の現れだ。で生も地なり仏も地なり、これ生っていうのはこれは衆生です。仏とその 対して生って言った時には衆生の意味です。生も衆生も地だから仏も地だ。この地三途八臂にて人界を生し、上六根人にて人界を生す。この三途八臂っていうのは三つ頭があって、肘がその八本って、このそういう総合のあれだね。でこれまあ密教で言うと妙王文の諸尊っていうね、これ例えば不動明王とかなんか、ああいうのそので憤怒の相を現じてですね、そして諸悪を悪魔をこの合伏するっていう、そういうのが三途八臂っていうけれどね、でもここじゃね、そういうお不動産とかなんか持ってきても我々ピンとこないねあれで、むしろ私はこれ三途八臂っていうと、あれですね、まだまだとっていうと、例えば田中角栄さんみたいなっていうのを想像するんだね。あれ田中さんっていうんでも、あれ今少なくともあれじゃないですか、一面元総理そういう顔もして威厳を保たなくちゃなんないじゃない、こうやってやって入ってくるや。それと同時にロッキード事件の被告っていう時には黙ってなくちゃならない。それで言って、それじゃあっていうと、まだやってやるぞっていう、こうそういう頭もある。少なくともそれだけ数えただけでも3つぐらい頭すぐで出てくるね。で腕の鳴ったらこれ金をこう取り込む腕もあるだろうし、そればらまく腕もあるだろうし、それからよっしゃよっしゃって手なずける腕もあるだろうし、まあ8本ぐらいすぐ出てくる。それでまあそういう、あれですね、いわばああいう大活躍をしている人で、そういうものをちょっとこう想像したいんだね。そして実はね、田中さんなんていうのはやっぱりロッキード事件でって叩かれてもあれだけあれするっていうとか、なんて言っても人間的魅力もある人なんじゃないですか。腕もあるし人間的魅力もあるんだと思う。それでだから偉いなってね、まあ思う人もいるわけだ。いや偉いって言うとね、私まだすぐあれなんだね、沢木老師の言葉すぐ思い出す。泥棒の親分を偉いと思ってる泥棒の子分たちはそういうそれまさしくそれすぐ思い出すんだけど、きっとそういうところもあると思うでとにかくね、
そういう、田中さんみたいな人もこれ人海を称してる。のこれ誰でも彼でもね、自分は生命の実物を生きてる以外にはないんだからね。自分は自分なりの世界、人海を称してる。誰でも彼でも、いや私は人海を称していませんって、そういう人はいない。例えばノイローゼになったらノイローゼの人海を称してるんだ。それで、心配することない、人海を称してる。ただだからその点、田中角栄さんなんかの人海っていうのは相当その生存社会じゃ大きな人海を称してるんじゃないですか。しかしながらね、仏法っていう観点から見ると、これそれは単なる生存社会の人海でしかないっていうことを言わなきゃ。この生存社会っていうのはね、その言葉でお互い通じ合うんだ。で、言葉の、私がいつも漫画描くように、これで頭で言葉ってやつが通じるからね、言葉で一応本当本来ならその、兵一発だって人と貸し借りできないのが本当の生命だもんね。だけれど言葉っていうのは一応その通じ合う、それで通じ合ったところに一つのこのやり取り貸し借りの世界がこうできてくる。の卵の火貸してくれって言うと、ちょっとライターかマッチか貸してくれる。で、その一応通じ合う。それでそこに社会っていうのがね、出てくるのはそういうあれだ。それで社会がこれここでもってこう社会ができてくるわけですね。偉大なる社会が、人間社会が。そしてできてくると同時に、今度は我々このコロナ禍へ飛び込んじゃうんだ、みんな。それで社会、単なる社会の一員になってるんだ。それで単なる社会の一員であって、で結局の話、これこの生命の実物はもうその切り取っちゃうんだね、捨てちゃう。そうするとまあ電車みたいな格好になっちゃうんだ。結局そんなもんだ。それで結局の話ですね、その早い話が、田中さんみたいなその生存社会のその大物であっても、結局は生まれて生きて死ぬっていう本当の生命の実物の地盤で生きてんじゃない、単なる生存社会の一員だ。そして結局だから生命としての根本的狙いがない。で、生命としての根本的の狙いがなしに、だから自己の生命の実物を切り捨てた生存社会だけでもがきまくっているだけだ、結局は。だからこの仏教っていうか仏法っていう観点から見たら、本当に単にもがきまくっている姿でしかないですね。あたかもね、その孫悟空がこの神通力を使って何千万里パスパーッとすっ飛んだって、どんな問題って振り返ってみたら、お釈迦さんの手のひらの中にいたって話があるじゃん。それと同じだ。生存社会でいくらもがきまくってどんな問題って言って振り返ってみたら、なん単なるもがきでしかなかった。その私が言う、その本当の人間の働きにはね、この生
動きっていうことのほかに、これ人弁がついてなきゃ本当の人間の働きにならない。単なるこれ人弁取っちゃったらこれは早い話が春っていう 字の下に虫を2つ書いて動くっていうか、うごうごする、この動くの結局の話、まあ西洋便所じゃ水洗便所じゃあれだけど、昔の日本便所行ってこう見ると、あのこれから春になるとあの、うん、こうウジン虫がうにょうにょって動いてるじゃん。あれと同じだ。生存社会でどんな問題って言ってやったって話が便所の中のウジン虫だ。これ全く生命の根本的狙いがないんだから。それでですね、結局三途八臂にて人海を生す、今度上六根人にて人海を生す。この上六根人というのはそのお釈迦さんのね、身の丈は一丈六尺あったっていうんです。それで、上六と言ったらお釈迦さんのことです。でお釈迦さんはね、自己の生命の実物を、本当に自己の生命の実物として行き着くところへ行き着いた生き方をされたということね。でお釈迦さんはお釈迦さんなりの人海を生して、でそれ人海をもて人海を怪人するを偶人するとは言わない。でここではね、このここで今もう決してね、例えば田中さんのようなもがきまくった姿が悪いんじゃない。それからまたお釈迦さんのように行き着くところへ行き着いた悟った姿がいいってわけでもない。そうじゃなしに悟りも迷いも凡も小も、それからあれですね、合格も不合格も、今あのこれから試験のあれもって合格した不合格したって不合格しても、身も世もないみたいに自殺する学生たちもいるけど、こんなものくだらない。そうじゃない、悟りも迷いも凡も小も合格も不合格もひっくるめて、結局の根本は俺は俺の命生きるんだから。だからね、そういうこれ、それが自己人海刻々だもん。まっさらな、何も不合格って言って自殺しなくたっていいんだわ。まっさらな生命の実物地盤に帰れ。それでそういうの自己人海刻々に帰るの、その偶人するとは言うなりだ。それはどういうことかというと、この沢木老師がねよく言われたね、あの座禅というのは、あのスターリンも毛沢東もトルーマンもみんな抱いて座禅するんだってよく言われた。このあれなんですね、まあさ今だったら誰になるのかな。その頃はあのトルーマン大統領だったんだよ、アメリカじゃ。それからロシアじゃあのスターリンだ。それから中国では毛沢東。そういうこのそのもがきまくっている人ね、そういう連中全部ひっくるめて座禅してるとか、そういう座禅をしなきゃならない。決してね、いやこの世の中うるさい、そういううるさいことは全てやめて山の中へ入って自分一人で座禅しようって、
そういう隠遁逃避的座禅じゃダメなんだ。今道元禅師の座禅は自由三昧っていうね、自由三昧っていうけど、これこの沢木老師はこの自由三昧を自分が自分を自分するっていうことです。つまり自己切りの自己になって座るってことだ。しかしこの自己切りの自己がさっき言ったこの人類分の1ね、一切分の1の自分が他人と対立して、こう 他人はうるさいからやめ、俺だけっていうんだ。こうそういう隠遁逃避の座禅じゃダメだ。そうじゃない、こういうのをひとひっくるめにして全部自己の内容なんだから、どうせこの世の中自己人かい刻々なんだから、そういう座禅をする。そしてですね、この自己人かい自己人無人かい刻々を発心修行菩提涅槃する、それ刻々だから、それがその上六根人をもて上六根人するを発心修行菩提涅槃と現状する、すなわちうなり地なりとこうで人事を人無と無人するのみ。つまりね、普通は発心、さっき言ったように発心して修行してそれから菩提涅槃するぐらい思ってんだけど、その今はそうじゃない。真実生命の在り方としては発心も上六根人、修行も上六根人、菩提涅槃も上六根人だ。それでこれがうなり地なり、それがうであり地であるで人事を人事と偶人するのみ、さらに情報なし。人事っていうのはね、私がいつも言う事故っていうのは一だ、一分の一で二分の二で、一歳分の一歳で、この自己っていうのはまあ全く一として生まれてきてるんだね。この一はというと、この一分の一なんだ。決してこの中の一歳分の一の人間じゃないんだ。社会の単なる一員じゃなくて、社会をひっくるめた1分の1、2分の2イコール1歳分の1歳だ。だから社会ぐるみの社会のを抱いているこの自己ですね。そしてこれは1歳自分の1歳です。だからさっきも言ったように、過去も未来も現在の無の一点にあるんだ。そうすると永遠の過去、永遠の未来って言ったって、そういう永遠の話も今ここ一点の中にあるとね。そういう一切自分一切、そういう生命我々生きてるんだ。でそういうのだから人事を一切分の一切自分の一切事を人事と一歳分の一歳として偶人する、これが自己切りの自己の一だ。でさらに情報なし、これはもう偶人っていうのは極め尽くしてんだから。でさらに情報なし、情報なしっていうのはね、まあ情っていうのは余りっていうことだけれど、あの単なる余分というんじゃなくて、まだその上にという意味ですね。
根本的に言って、ね、天地さえのっていう言葉あるけど、この天地さえがこの上だ。まだその上に何か残ったものがあるかって、そうじゃない。情報、これ情報なるが言える。それはその上に、まだその上に何か残ってるっていうものをひっくるめてるのが人無なんだから。人無って言った限り全部ひっくるめて、たとえ半宮人の宇治も半宇治の宮人なり、半分しか極め尽くしていないって言っても、何半宇治の宮人だっていうのね。これはね、このところ結局道元禅師に言われたいところは、あの原大目者のことを言われてんですよ。つまり原大目者って言うけど、原大目者っていうのは、ね、別下だっつ、これはまあその戒律をね、一つの戒律を保ったら一つの下脱だ、こういうのはその別下脱ですね。この唯教行っていうあのお釈迦さんが亡くなる時のその臨終の時のお経が書いた、そのまあお釈迦さんの遺言みたいなお経が、その遺教行の中に一番初めに出てくるのは何だちびく、まさに原大目者を尊重し珍重すべし、この原大目者が一番大切だ。暗に妙に合い貧人の宝を売るがごとしてね、真っ暗な中で光に出会ったよ、それから全く貧乏人がお金に出会ったよ、こういうのね。まさに我世に従するともこれに異なることなけんって、俺があのお釈迦さんがね、自分が生きていて長く生きていてもその原大目者以外のことは教えやしないんだとこう言われて、それほど大切なそのことなんですよ、原大目者っていうのはね。ところが今の日本仏教の人たちは原大目者っていうの名前も聞いたことない人が多いんだ。これじゃあダメなんだね。でこの原大目者の精神っていうのは、私あの今ビルマにおいて、ビルマの仏教家の人たちにおいてよく守られてるんじゃないかと思う。この前も話したと思うんだけれど、私ビルマ人っていうのはね、今の世の中で一番純情ないい国民だと思ってる。みんなビルマ人に出会って日本人見るとみんな日本人がすりかかっぱらに見えるくらい、そのくらいビルマ人っていうのは本当に純粋な感じがするね。そのビルマ気候、この間ビルマ気候っていうあのタゴダの国を訪ねてっていう本読んでてびっくりしたのはね、そのまああのビルマの人たちはみんなあれですね、仏教徒の国、仏教徒だ。あんたも仏教のお寺入ったことあるのかって言ったら、もちろん若い頃お寺入って修行した。あなたは誤解を保ってんのかって聞いたら、もちろん保ってる。誤解を保つのはビルマあの仏教徒として当然なことだ。
でもあなたは役人だから時々その付き合いで酒を飲まなきゃなんないことはないのかって言ったら、それは もちろん飲むこともある。その時は俺誤解ってな、誤解っていうのは不摂生、不中と不陰、あ、不邪淫、不毛語、不温酒、酒飲んじゃいけないってこともある。だからその役人で酒飲んじゃうと俺その誤解に保てないってなるわけだね。その時は4回だってそう言ったっけね。で、そのそれで恥ずかしながら時には3回の時もある。それでも初め誤解を保ってるって言ったんだ。それなのに今4回だ3回だって言うと、これ不毛誤解も嘘をついたって言うんで、もう一回さっぴかなくちゃなんなくなるんじゃないかって、そう考えるじゃない。ところがそうじゃない。ビルマ人のそのだから、その文章を書いてる人はだんだんこの辺から話はおかしくなるって書いてある。これは原大目者の精神を知らない人がよそういう話聞きゃおかしい。ところがそうじゃない。ビルマ人のはね、その生命の実物のあり方として一番大切なのは誤解だと、こうね、不摂生、不中等、不陰、不邪淫、不毛語、不温酒だをその教えられてるわけです。そして教えられた限りはね、私がそれを保とうと保つまいとに変わらず、絶対これはもう絶対事実なんです。それでなくなることはない。例えばね、生命の泉はこれだぞよって言うんだよね。この不摂生、不中等、不邪淫、不毛語、不温酒とこう坊さんに教えられたわけだ。生命の泉だ。しかしながらそれを組み上げなきゃね、保ったとは言えない。しかしながら保たないからって言ってね、これ凡解っていうね、その解を犯すだ。解を犯すことはあっても、永劫に破壊の儀なし、解がなくなっちゃうってことはない。もう一旦この生命の水のあり場所を一旦はっきり教えられた限り、ここにあるんだってことだけはもう消え去ることはない。ただそれを組み上げるということは、組み上げなきゃダメなんだ。組み上げただけは組み上げた。だからそのあなたは誤解を保ってるかと言うと、確かに誤解はもう生命の実物の本当のあり方はこの誤解だって、もう分かった限りは破壊することはない。しかしながらそれは時々その保たない。それで凡解することは、凡解したからって言ってなくなるもんじゃないってことね。この辺のね、その反対目者っていうのはそういうことです。組み上げただけが、石油だってそうでしょ。石油っていうのはここに石油の出るところがあるって教わった限り、それを組み上げようと組み上げまいと石油はそこから出る。ところが石油を本当に使えるのはそれから組み上げた時なの。でだから組み上げただけが組み上げた。そういうのが原大目者の根本的意味です。それで少なくとも生命の真実のあり方っていうのは飲み込んだっていうのが、これ本当の仏教徒だもん。仏教の。で今もたとえ半宮人の宇治も、だから本当に自己人海国国っていうのが宇治でしょ。それがもうね、私が思うと思うまいと、それをその狙おうと狙うまいと、それを保とうと保つまいとに変わらない。私の思惑じゃないんだ。
私の思惑の話じゃないんだ。それみんなみんな俺の思惑だけ考えてるんだね。そうじゃない仏法っていうのはね、その生命の実物の話なんだ。誰も彼も生命の実物としてはそういう実物を生きてるんだ。自己人海国庫っていうのはね、これを実際に実現しただけは実現した、現状しただけは現状した。それがたとえ半宮人の氏もたった半分しかそれが宮人できなかったって言っても半氏の宮人なんだね。これ道元禅師にもこの数学的計算がよくできるね。でたとえ釈迦と見る行団もうない。例えばつまずいて間違ったと言ってもそういう時も俺は自己人海国国なんだ。それでさらにさらに彼に任すれば釈迦の現状をする前後ながら宇治の獣医になる。だから宇治っていう道理から言ったらね、自己人海国国なんだ、つまずき過ちっていう、そういう前後ながらそのそれぐるみ自己生命の実物である。宇治の獣医になる、獣方位の活発発になる、これ宇治なる。だからね、このまっさらな今の生命の実物として生きること、これがこの活発発っていう、活発発っていうのは魚が勢いよく飛び跳ねるっていう、そういう気分だね。でこれ宇治なり、今ここ自己の生命の実物だ。で無と同弱すべからず、無と合意すべからず、あれはいいこれは悪い、あるいはなんとか迷いを離れて悟りたい、あるいは地獄は嫌だ、極楽行きたいと、そういうようなその分別的見方をしちゃならないっていうのね、そういう合意っていうのは強いてするっていうね。だからね、田中さんがさっき、あれだ、迷いの標本みたいなもがきまくってる姿、それが悪いんじゃない、あれはあれなりに自己人海を称してる。しかしながら今こう俺の生命の実物っていう感じだね。そんなね、迷い悟りじゃない、迷い悟りを超えた自己人海国国っていう、そういうだけを狙うわけで、字は一向に優る殿に下校して二刀と芸術、あ時っていうのはもうこう過ぎていくもんだとばっかり考えて、そして二刀と芸術ってまだ至っていないものも時なんだ。本当はそれで本当はね、大体字っていうのはそのいわゆる不来不幸なんです、全くね。で芸は字なりといえども、歯に光る縁なし、そう思うことは思う、いわゆる理屈理解、こういう芸は確かに字だ。しかしながらそういう理解によって、あなたがどういうふうに理解しようともだ、字の他に光る縁なしで、この他は芸のことよね。で字の性質が左右されるようなことはない。みんな俺のそのさっき言った俺の思惑だけをこう物差しにしてものを見てるけど、そのあなたがどんな物差しでものを見ようと、生命の実物は変化ないの。生命の実物はあなたの思惑とは関係なしに
生命の実物なんだ。それがそのあれですね、芸は自内といえども他に光るる縁だし、古来と任じて獣医の無理と検鉄せる機会なし。この時はね、このこう古来するものとばっかり思っていてですね、獣医の無理と検鉄せる機会なし。このだから例えば冬が過ぎて春が来た、そういう古来あの時だと思うんだ。ところがそうじゃない、まっさらな生命の実物、まっさらな生命の実物、人無人海が自だ、そういう宇治をね検鉄する、額なして、額というのは皮袋、人間のことを言うんだ。道元禅師は人間っていうことをいつでも額とか臭額って臭い皮袋っていうね、岩や刀刊の字あらんや、刀刊っていうのはね、これ獣医って言ってもさ、意に暗い、その生命の実物に暗い、あのそういう地位にね、位置にその住まうっていうことだけど、本当は生命の実物は刻々でもって、さっき言ったように無の一点だ。結局ね、その無の一点だから、獣っていうこともね、刻々で。